国に言われて生きてるわけじゃないから国の言うことを聞いていい何もでできななじゃないですか自分の周りでコロナにかかってる人は一人もいなくてでもコロナによって心が病んでいる人はすごく多いそれはスタッフ含め、まあ、芸術とかアートとかエンターテインメントとかはそういうもののためにあるものだと思うんですよね。 今回の映画は疫病退散というテーマを含んでいるんであのやるべきだなと思ってやっぱり軽いエンターテインメントよりも僕個人としてはちょっと根源的なものを見せたい見たいって思ったのがこの映画を作る理由の一つでもあります東京オリンピックが1月24日 スポーツの日だってなって休日になっているカレンダーを見ていやスポーツの日じゃないでしょうって,思ってその東京オリンピックの企業のいろんな利権とかの力マスコミだったりなんやかんやであの人々が分断されるんじゃないかなとまた、あ、既に分断されてたり破壊されてるものが明るみに出るっていうかそういう意味での破壊の日となんかそういうものをぶっ壊してやろうっていう 若い怒りみたいなものもあってのダブルミーニングみたいな意味でタイトルを。つけた。でもね、その瞬発的な怒りって。子供だと思うんですよ。継続的な怒りっていうか。怒りがやっぱりずっと継続してるから、ものを作ってるっていうか、映画を作ってるだと思います。まあ、その怒りっつったら、ちょっと。まあ、怒りと祈りで。韻を踏んでて。あの。どっか近いものがあるのかな。 気づかされました。